皆様お待たせいたしました。ただいまからトークセッションに移らせていただきます。ご覧いただいている皆様、改めましておはようございます。司会を務めさせていただきます、海賀美代子と申します。よろしくお願いいたします。さあ、本日は新宿にありますビームスジャパンから農林水産省が行っている国民運動、日本フードシフトの取り組みに共感し、食とその背景にある農業に興味を持つきっかけを作るためにビームス目線で取り組むプロジェクト、耕すビームスジャパン、食のカルチャーとスタイルを伝える記者発表会をお届けしております。ここからは本プロジェクトへの思いや取り組みの詳細をトークセッション形式でお伝えしてまいります。それではまず、自身が農家でありビームスの人気オリジナルブランド SSG ディレクターである加藤忠幸にご登壇いただきます。それでは加藤さん、よろしくお願いいたします。ではまずはご覧の皆様にご挨拶をお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではどうぞおかけいただいてお話聞かせていただきましょう。します。さあ、早速なんですが、先ほど武部農林水産副大臣のご挨拶にもありました通り、農林水産省が行っている国民運動日本フードシフトのプロジェクトに、日本の文化や魅力を発信するビームスジャパンが共感した形で今回のプロジェクトが始まったかと思うんですが、なぜビームスが農業に注目し、どういった経緯でこのプロジェクトを実施するに至ったのか教えてください。はい、ビームスは、衣食住ライフスタイルを開発提案し、明日の未来を明るく幸せを形にする集団か、会社であります。その中で食を支えるのは農業であると自分は感じておりまして、今回、ビームスで服を作りながら、自分は野菜、1週間に 3,4 回必ずリアルに土を耕したりしていますので、それをどうにかこう形、若者の方々に伝えられる機会がないかなと思い、今回、日本フードシフトのことを知り、参加企画させていただきました。さあ、そのような経緯で始まった今回のプロジェクトなんですが、タイトル、耕すビームスジャパン、食のカルチャーとスタイルを伝える、すごく特徴的だなと感じているんですが、はい、このタイトルにどんな思いを込められたのか教えてください。はい、耕すっていう言葉は、カルチャーの語源になっています。ビームスはリアルにそのいろいろな場所に行って、耕していろいろなことをこう感じて発信しています。その、耕すっていうちょっと日本的な、言葉にはなるんですけど、カルチャーライフスタイルとのつながりがある言葉になってますので、若い方に響くようなタイトルにしました。ありがとうございます。なんか加藤さんのこのプロジェクトにかける思いというのがなんだか少し伝わったような気がいたします。ありがとうございます。さあ、それでは今回のプロジェクトの詳細についてご紹介していきましょう。まずは、農業にも使えるけれどガチすぎない、普段でも着られるディテール満載のウェアについてご紹介をしていただきます。なんと今回なんですが、先ほどご挨拶をいただきました武部農林水産副大臣に、その中でもポーチジャケットを着用していただいておりますので、再登場いただきましょう。加藤さん、どうぞその場でお立ちいただきましてお迎えいただきます。はい、それではご登場いただきましょう。武部農林水産副大臣、改めてお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。武部農林水産副大臣にコーチジャケットを着用してちょっとご登場いただきました。はい、では少しフォトチャンスということで撮影もさせていただきます。前方に向かって笑顔でお願いいたします。今手を振っておりますのがカメラマンになります。
ありがとうございます。ちょっとバック後ろ部分も見せていただきたいので、はい、後ろ姿も見せていただけますでしょうか。今ねご説明なんてガチすぎないという言葉でご説明させていただいたんですが、すごくかっこよく着こなしていただいております。ありがとうございます。ではどうぞおかけください。はい、はい、どうぞ。さあ、武部農林水産副大臣にコーチジャケット着用いただいてモデルとしてご登場いただきましたけれどもいかがでしょうか、着用されてみてのご感想は。とっても可愛いですし、それからいろんなところに農作業の道具が入れられるようになって機能的ですし、とっても素敵なジャケットだと思います。本当にこうすごくすんなりとかっこよく着こなしていらっしゃるなというのが印象なんですが、ポケットも本当に大きなポケットがこうついているということで、はい、中も見やすくなっていますので、何か作業にもすごく、ね、便利だなという感じもするわけなんですが、はい、武部農林水産副大臣からもご好評いただきましたこのコーチジャケット、加藤さんも今ね身につけていらっしゃるこの鉄鋼であったりベスト、パンツを含めてどういった点にこだわって製作されたのか、ちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。はい、まず素材なんですけど、こちらの素材はコットンライク、コットンライクに見えるんですけど実は機能素材化繊を使っていまして、農作業ではどうしても汚れてしまったり、水雨で濡れることが多いんです。ただ化繊に関してはコットンよりも非常に乾きが早いので快適に作業ができる。しかもこちらの素材に関してはストレッチが効いているので立ったりしゃがんだりの作業には適した素材になっています。でコーチジャケットのこうパッと 見ていただくと一番目につくのがメッシュのポケットなんですけど、こちらは野菜を収穫するときに使うハサミを収納する。でハサミって刃先が尖っているじゃないですか。尖っているので生地をこう破ってしまうことが多いので、逆にもう穴を開いているメッシュで刃先が逃げるような感じになってます。プラス自分は市場で野菜を売ったりするんですけど、そういったものこう金銭授受であったりとか物をこう簡単に入れれるようなデザインにしてます。加えてなんですけど、こちらのちょっと見づらいかもしれないですがパンツに関してはどうしても農作業するときにこうしゃがんで作業することが多いんですよね。その時にいろんなこう農作業で使う小さな備品とかをこちらのジップにこう出し入れしやすいようなデザインになってます。あと鉄鋼なんですけど、こちらの鉄鋼っていうのは農家であれば大体一家に一つはこう持っているであろう、道具の一つなんですけど、まあパッと見今回のコレクションのビジュアル的に若い方にも着ていただきたいので、ちょっとユニークな部分のアイテムの一つになってます。で鉄鋼にはポケットがないんですけど、自分が作る服に関してはポケットワークを中心に、デザインされているものが多く、この鉄鋼はこういったバンダナもここにこう手ぬぐいが多いんですけど、こういった収納できるようなデザインになってます。そして最後になんですけど、こちらのベスト、このベストっていうのは市場でどうしても濡れたり汚れたりするときに着るものでもあり、エプロンの役目もしています。これはベストにも見えるんですけど、ベストなんですけど実はフロントが二重構造になっていまして、マーケット等とエコバッグにもなっているデザインになってます。で出し入れが上だけだとこうしづらいと思うので、脇にポケット、ジップポケットがあるんで、ここから物を出し入れできるようなデザインになってます。以上です。ご実家が農家でいらっしゃるということで、はい、そういった方々からの意見というのもいろいろ採用なさったんでしょうか。そうですね、こうあればいいなっていう、普段作業してた時にここにポケットがあればいいな、こういうのがあったら面白いなっていうところを気にして作りました。ありがとうございます。今回本プロジェクトを通じて食であったり農業への関心が薄い方々に農業が持つクリエイティビティやおしゃれさを体験してもらうための一つの取り組みとして、このビームスジャパン新宿で
農家が直接野菜を売るというビームスジャパン即売所を開催なさるんですよね。はい、自分自身がビームスに働きながら畑で野菜を作り、実際に市場で野菜を売ってます。で、野菜ってどんな背景でどんな感じで作っているのか、あとその野菜っていうのはどういうような食べ方をしたらいいのかっていうのを直接作った本人が、伝えられる場をビームスジャパンでできたらなと思い企画しました。なかなかそういった方々に直接こう都会で住んでいるものとしてお話を聞く機会ないので、そういったこうつなぎ役というのも果たしてらっしゃるわけですよね。そうです、はい。そして今回実際にこう体験ができるような何かノベルティを考えていただいたと伺ってるんですが、はい、今回野菜作りっていうのを本当に気軽にリアルに、服やビームスジャパンに来ていただいた方に感じてもらえたらと思い作ったノベリティの方が、こちらになってます。こちらはカップラーメンみたいな容器になってるんですけど、実は、これに水を加えるだけで野菜が、デスクであったり家の脇とかで作れるような素敵なリアルに野菜を栽培できる、セットになってます。今ちょうど田辺農林水産副大臣のもとにもお持ちいただきました、はい、こちらが実際にノベルティとしていただけるものなんですよね。はい、3300円以上お買い上げの方には、お渡しできるノベルティになっております。もうこれは簡単にこう誰でも作ることができるようになっているんですか？はい、蓋を開けていただくと土と種が入っていますので、こちらの種をこう入れていただいて、あとは水を注ぐだけっていうんですかね、水を与えるだけでになってます、はい。こうちょっと芽が出てこないであったり、こう初めて体験する方っていろんな苦労があるかと思うんですが、そういった部分への対応についてはいかがなんでしょう？はい、種をまいて水をあげてすぐできるのかっていうとそうではなくて、シーズンにもよるんですけど、どうしても芽が出てこないようでしたら問い合わせの電話の番号が問い合わせ先が書いてありますので、そちらの方に電話いただけたら、なんで出ないんですかね、うまく対応するようにサポートさせていただいてます。お手厚いサポートもあるんだなというのを実感したんですが、はい、今お手元にそのノベルティをお持ちいただいておりますが、ビームスジャパンでしかできない取り組みいくつもありました。田辺農林水産副大臣、お聞きになっていかがだったでしょうか？とっても嬉しいことだと思いますし、自分で、野菜を育てて自分のお宅でお家で食べられるということはとてもみんな嬉しい楽しいことだと思いますし、今農業に就く若い方々が大変少ないので、こういうことを経験していただいて、農業も自分の、加藤さんも農園やられてますけど、自分のお仕事の選択の一つに農業も入れていただけるといいかなというふうに思ってます。これをきっかけに何かこう選択肢が広がっていく、世界が広がっていくというのは楽しみですね、はい、ありがとうございます。さあ、加藤さんにもお話も伺ってきましたけれども、まだまだちょっとお時間の方がやってきてしまいましたので、さまざま他の取り組みも行っておりまして、詳しくはアクセスサイトからご覧いただけるようになっております。ぜひ皆様ご注目をお願いいたします。さあ、それでは最後に加藤さんからこのプロジェクトへの思い、意気込みをお願いいたします。はい、農業っていうのは自然と向き合って、成り立っている商売って営みになってます。少しでも若い方に農業、食を考えていただけるきっかけになっていただけたらなと思っていますので、よろしくお願いします。本日は最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。